はい、マックスです。うっちです。よろしくお願いします。お願いします。チェンコーチ、今日かっこいいユニフォーム着てます。え、塾長も僕もかっこいいユニフォームが、これね、ヨネックスさんの最新ユニフォームですね。今年は日本代表も、今年からヨネックスさんが日本代表の方と契約も結んだみたいで、その日本代表の選手たちが着てるユニフォーム、強くなった気になりますね。なんかね、なんかもう選手ではないですけど気持ちも今日本代表です、うん、見た目だけは結構やれるんじゃないかな。どうですか、日本ベスト16くらいかな。お金で戦ってくさいね。着心地もすごく柔らかいね、されたらしい、はい、すごくいい感じです。はい、ここでね、ちょっとだけ宣伝をさせてください。見て強くなるソフトテニス塾の有料オンラインスクールを2月からスタートしました。トレーニングコース、はい、塾長担当、戦術技術コース、はい、内縁コーチ、川崎コーチ、はい、担当ということで、2つのコースを用意してやってます、はい、今よりもっと強くなりたいという選手と指導者の皆さんをサポートするサービスです。今現在ですね、40名ほどの方が参加してくれてまして、今なら30日間無料でオンラインスクール入ることができますので、もしご興味ある方は番組下説明欄の方からチェックしてみてください。今日はね、ユニフォームじゃないんですよ。あ、そうですよね。ヨネックス2021の最新ラケットの紹介をやっていきたいと思います。ラケット大好きです、皆さん、3月にヨネックスさんの方から新しいラケット出るのって知ってましたか？噂になってる。あの噂になってる。あれですか？そうですね、あれが出るんです。昔のラケットの復刻版ということで、はい、SNS とかでも話題になっているあのラケットを、今回はラケットのプロをお呼びしてますので、またプロが、また私たちは負けないので、プロにお任せしましょう。ということで、橋本さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。 UNEX のラケットのプロ、プロ橋本さんです。よろしくお願いします。プロの、自分で言っちゃった。ヨネックスの札幌営業所の、セールスやってます柱です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあラケットのご紹介を今日はさせていただきたいと思います。はい、お願いします。よろしくお願いします。今塾長の方からもお話あったんですけれども、はい、今回のラケットはですね、ちょっと今まであったラケットとはコンセプトが違う、商品です、はい、で今ヨネックスのラケットなんですけれども、はい、大きく分けると2つのシリーズで、展開をしてるんですけれども、はい、ちょっと触れたいと思います、そこに、はいはいはい、で2つのシリーズ主流でありますのが F レーザーシリーズとジオブレイク、2つのシリーズに分かれてるんですけれども、はい、ちょっと今日ご用意いたしました、はい、こちらのモデルですね。こちらが F レーザーっていうモデルなんですけれども、はい、まあ、結構使ってる選手多いですね。多いですね、はい、でこの F レーザーシリーズっていうのは FS シャフトって、シャフトの部分をちょっと薄く隆起させてて、キックバックにこだわったモデルになってます。でキックバックってボールが当たった瞬間に一瞬しなって一瞬で戻る、そのキックバック、はい、シャフトのここの部分ですね、ここの部分と、はい、ここの部分、ここが FS シャフトっていう、FS シャフト、はい、独特の構造になってるんですけれども、その構造で、キックバックを、高めてるっていうモデルで、一瞬のしなる一瞬の弾きなので、はい、弾きに特化したモデル、弾きも、はい、速い球が打てるってことですか？打てますね。初速が速い、なるほど、はい、なるほど、その名の通りちょっとレーザーなんで光のようなスピードがある、光の球打てちゃうんですか？なるほど、そうなんです。かっこいいな、はい、この F レーザーシリーズとですね、はい、それとですね、ジオブレイクシリーズです。はいはいはい、はい、これ使ってます。ああ、ジオブレイク、ありがとうございます。使ってる選手多いと思います、はい、このジオブレイクシリーズも非常に、まあ、人気のモデルなんですけれども、こちらは先ほど F レーザーは弾きのモデルだったんですけど、はい、これジャイロバーサスシステム、ジャイルバーサスシステム、はい、かっこいいあのグロメットの形が、はい、変わってます。グロメットってここのバットの部分ですよね、はい、ここの穴の穴のところ、はい、ところですね、グロメットの形がですね、普通ですと丸の形なんですけれども、うん、ちょっと楕円にしてまして、当たった時にその楕円の方向にその圧が一回こう食いつくと、あのストリングが一回ずれる、なるほど、はい、形になっているので、あの一瞬こう食いつく感じがあります。掴むんですね。掴む、そうです、掴む、その掴む感じがあるので、うん、ボールがその掴んだ瞬間にちょっと回転を生んでドライブボールを、うん、
打てる。はい、でこちらジオブレイクでネーミングが、まあ、ジオちょっと大地とか地球それをぶち壊すかっこいい、はい、打ちたいなそのぐらい回転を生むっていうシリーズ。なるほど、はい、回転をもうコントロールできる、うん、そうなんですよ。回転に特化してですね、回転かかってますね回転かかってますね回転に特化したモデル、回転重視モデルですね。これがジオブレイク、ね、はい、そうなんです。今ヨネックスはこのジオブレイクと先ほどの F レーザーの2本立てで提案をさせていただいてるんですけれども、はい、今回ご紹介するのは全く違うコンセプトのラケットです。はい、最新ですね。最新ですね。なるほどなるほど、はい、はい、それを教えてください。はい、じゃあ芦原さん、最新のラケットを皆さんに紹介してください。はい、今回の最新のラケットはカーボネックスクラウンです。おー、かっこいい、かっこいい、見た目好き。これあれですね、昔のラケットの復刻版ラケット。そうなんですよ、あのソフトテニスで中学生の競技人口が、まあ、一番多いんですけれども、うん、そうですね、はい、あの今回のこのカーボネックスクラウンっていうのは、まあ、シニアの、まあ、長年ソフトテニスを愛好されてきた方におすすめの一本になってます。これ昔使ってたって人いるかもしれない。絶対いますよね。そうなんですよ、はい、こういうフルレザーの、ね、はい、グリップがこうグリップが、ね、レザーはい、でカーボネックスって実はあの昔ウッドで、発売してまして、木ですよ、ね、はい、そうです、木のだけど、はい、木の視聴者の皆さんってね、多分中高生とかいっぱいいるんで、はい、木のラケットなんて想像できないですね僕もだって打ったことないです僕が中学生の時に先生が、はい、あの使ってましたね。先生の先生が、はい、使ってました。それぐらい古いラケットの復刻版。そうなんですよ。その先生に聞いた話なんですけど、はい、ウッドのラケットって、はい、今のカーボンと違って、はい、独特のしなりがある。しなり、はい、弓のようにしなるという、うん、あのしなりがあるんですけれども、今回のこのカーボネックスクラウンはそのしなりをカーボンで実現させたっていう一本です。カーボンで木のしなりを実現させた、はい、どうやってその木のしなりを出したのかっていうところなんですけれども、はいはいはい、このシャフトの形ですね、シャフトの形がちょっと今のラケットと違う、はい、ちょっと独特ですよね、うん、全然今のラケットと比べると違います。これ断面形状も、うん、あの見ていただきたいところなんですけれども、普通のラケットと違う形でですね、結構細いですね、はい、横は細くて、うん、真正面から見ると角が尖ってるっていう形なんですけれども、これひし形に近い形になってて、はいはいはい、ちょっと断面もあのえぐれてるっていう形なんですけれども、これ全方向から来てもその圧力をしなりに変えるっていう、あのこのラケット独特の新形状になってるんですね。なるほど、はい、なんかデザインもかっこいいですよね。そうですね、シックでシックな感じで、はいはい、しなった後にストリングもですね、はい、たわむっていう形で、はいはいはい、ストリングパターンが横糸が1本普通のラケットと比べると少なくなっている。あ、少ないんです。少ないんです。はい、で目をわざと粗くしているので、はいはい、ボールを食いつくっていう、そうなんです、はい、形になってます。全然違いますね。今までソフトテニスを長年やってきたプレイヤーの方におすすめの一本になります。あ、結構ね、はい、視聴者の皆さんね、指導者の方多いんですよ。あ、はい、そうですか、はいはい、なのでそういうことなのかね、はい、すごくいいんじゃないですか。そうです、指導者の方ブームが。あと、もう昔にウッドを使っててあの打ち方が忘れられないよっていう人が、感覚がね、はい、思い出せますし ね、そうです、打ってみたいですね。これ打ってみていいですか。あ、もうぜひ、はいはい、内海コーチと、はい、カーボネックスランダーをやってみたいと思います、ね、お願いします。それではランダーやってみましょう。レッツゴー。めっちゃ柔らかい。しなる。ちょっと重たい感じはある。重いんだけど。飛んで。ちょっと打感が確かに違う感じが。すごい。めっちゃ柔らかい。グリップがすごいです。グリップが本当に革です。なんかグリップじゃないです、レザーです、多分レザー。このレザーグリップなんか個人によって味出ますね、絶対。なんかこうポンってやった感じが全然違う。しなる、めっちゃ。
なるぜ。うわ飛んでく。おお。やっぱ飛びますね。木のラケットってこんな感じだったの。なんかやっぱりちょっと今のラケットとは打感が違うなって感じするんですけど、やっぱさっき芦原さん言ったように結構しなるんで球が飛んでいきます。重たいんだけど柔らかいっていうかしなって飛んでいくなっていう感じがあるラケットです。おめっちゃめっちゃ飛ぶ。めちゃくちゃコントロールしやすいです。ちょっと普段よりも気持ち重い感じはするんですけど、しなるんで簡単に飛びます。なんか大きく引いてボールに合わせるだけで簡単に飛んでいきます。だから力いらないです。これどうでしたか、こういった感じは。しなりますね。めちゃくちゃしなりました。普通のラケットもしなるけど、はい、それがいつもより大きい。あ、はい、飛ぶ感じがしました。すごい飛びました、うん、簡単に。あ今使ってるラケットとやっぱ全然違いますよ。全然違います、はい、あの独特のこうしなり感っていうのが、あ、よかったです、感じていただいて、はい、はい。で今回のこのカーボン X クラウンは、はい、ウッドのこうしなり感をカーボンで実現させたっていうラケットでですね、まあ、ウッドを使ってあのやられてた世代の方にも、うん、この素材、あのカーボンに変わった素材の新しい素材を使ってそれを、感じられるっていうおすすめの一本になってます、うん、ぜひ興味のある方は使ってみてください、はい、というわけでですね、今回は芦原さんの方からヨネックス最新ラケットカーボン X クラウン復刻版を、はい、そうです、紹介してもらいました。皆さんの参考になれば嬉しいです、はい、ぜひ皆さん使ってみてください、使ってみてください。それでは芦原さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、はい。